ニッソニアン自然博物館へやってきました。ちょっと工事してるので残念なんですけれども、ただ準備です。中に入っていきたいと思います。レッツゴー。はい、今入り口に入りました。いきない巨大なマンモスです。はい、まず、こちらマンマルということで哺乳類の方ですね。 こちらはマリー・アントワネットのイヤリングだそうです。すごい輝いてます。ズームズームズーム。まぶしい。こちらはナポレオンからギフトだそうです。リー・ルイスさんがあげていたネックレスだそうです。ですよ。輝き。これ合成じゃありません。そのままです。はい、今から、バタフライの、ミュージアムに入っていくんですけど、こちらは 7.5ドルで、チケットをこちらで買って、この時間に入るシステムになってます。では今から入っていきたいと思います。見てください。とっても中。
부지런 お 食事 中 です パイナップル はい、それでは今からこちらですね航空宇宙博物館の方に入っていきたいと思います。 Let's go! すごいたくさんの展示があります。 こちらにはエンジンが映ってたり、飛行機がたくさんぶら下がってます。大きいですね。はい、こちらは飛行機に操縦している人がミサイルを撃つ時の、的というかこれのレンズを覗くとですね、見えますか。ちゃんと丸が出てきますね。このターゲットに合った瞬間に バーン出るんですね。すごい。はい、あちらには昔の飛行機ですね、足で漕いでるのかな。<笑>はい、こちらは人類初めて飛行機を飛ばすことのできたライト兄弟の紹介がされていますね。展示があります。はい、同じような飛行機見たことありますね。そうですね、最近 動画で撮ったんですけれども、デイトンの方にあるライト兄弟の博物館の方でもこちらの飛行機ありましたね。はい、そちらの方にもね動画が載っているので、ぜひ皆さん見てください。はい、こちらは宇宙ロケットの中の模型なんですけれども、ここに座ったり、これバイクですかね。すごい、ちゃんと宇宙でもね運動ができるようになってます。ここは操縦室なのかな、なんだろう。すごいです。はい、本日もご視聴どうもありがとうございました。こちらの動画がいいなと思われた方は、ぜひいいねのボタンとコメントをよろしくお願いします。ダディチャンネルのチャンネル登録もよろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。じゃあまたね。